ファールーク一世は、エジプト、ムハンマド・アリー朝の第10代君主。第2代のエジプト王であり、エジプトを最後に支配した君主である。1920年、フワード一世と2番目の妻、ナーズリー・サブリーの息子として生まれる。王宮から、ほとんど出さずに育てられ、遊び相手は妹たちだった。14歳で、イギリスのウーリジ陸軍士官学校に留学。 他の大英帝国支配下のアラブ諸国の国王たちと同様にイギリス海外王になるための教育を施されて育った。1936年に父親が死去すると帰国して国王に即位した。翌年、最初の美貌の妻と結婚して国民から歓迎された。国王とは言っても相変わらずイギリス軍のエジプト駐留は続いており実質的統治権は 中エジプトイギリス大使マイルズ・ランプソンに握られていた。ランプソンは、ファールークを、あの子と呼んで、はじめは恩気せがましく、後には、軽蔑的な態度で接したが、大英帝国の力の衰退を感じていた、ファールークは、しばしばこれを花であしらって、イギリスに反抗的な態度を取るようになっていった。第二次世界大戦が勃発し、1941年に、 ドイツのロンメル将軍が率いるアフリカ軍団がエジプトに迫ると協力してイギリスを追い出すべきだとする世論が強まった。ファールークもイギリス軍をエジプトから叩き出すチャンスとみて繁栄内閣の樹立を決意した。しかしこれに焦ったランプソンは1942年2月にファールークに対してハンドク派のムスタファーナハースパシャを首相とする。 イギリス海儡内閣を樹立することを要求した。ファー・ルークがこれを拒否すると、ランプソンは国王の宮殿を英軍に包囲させ、もし要求に応じないなら英軍はファー・ルークを拉致し、後悔上の巡洋艦に遊兵するだろうという脅迫を行った。結局ファー・ルークはこの脅迫に屈してナッハース内閣を樹立させた。この事件はイギリス植民地支配とその海儡政権。 ナッフハース内閣に対するエジプト人の反発を高めるとともに、イギリスの脅迫に屈服した国王の人気も急落させた。こうした不満をそらすため、政府首脳の反対を押し切って1948年、第一次中東戦争に参戦するが、軍司令部の準備不足から敗戦、国王の威信を完全に失墜させた。そして、 イスラエルとの戦いに敗れて帰国したムハンマド・ナギーブとガマール・アブドゥナーセル率いる自由将校団が1952年に起こしたクーデターにより王位を追われ、息子のフワード2世が王位を継承するものの、翌年に敗位され、ムハンマド・アリー長は終焉を迎えることになる。同年7月26日、ファールークはヨットに財産を詰め込み、軍に見送られながら、 亡命先のヨーロッパへ出港した。到着先でも華やかに生活して1965年に食事中に死亡した。ありがとうございます。